こんばんは。りょうさん、お化け？ありがとうございます。お化けスタンプかな。すごい、ハロウィン仕様になってますね。こんばんは。ハロウィン仕様になってますね。ちょっと同じこと2回やってみた。こんばんは。りょうさん、くまありがとうございます。ちょっと待って、なんか定まらないんですよね、いつもいつも。すみません、なんかさっきのでよかったな。あ、これでいけるか。いっか、これで。ハロウィン、おー、ハロウィン仕様のルームですね。配信ルームですね。ポテちゃんさん、ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あ、ハートありがとうございます。6日の公演申し込みました。おー、ありがとうございます。こんばんは。今日の髪、今日はなんかちょっと失敗しちゃったから結ぼうか迷ってるけど、まあいいかなっていう感じ。失敗はしてます。失敗済み。ハロウィンの思い出、ハロウィンの思い出は、ハロウィンの思い出は、あ、小学生の時に海外から来た先生が、女性の先生がいらっしゃって、でその毎年海外ではそのトリックアトリートって言ったら、あ、そのトリックアトリートって言ったらお菓子がもらえるのは、まあ日本でも、うん、あるところでは、まあある地域とかではあるかもしれないんですけど、その海外、その先生が通ってた学校とかは、その学校でトリックアトリートって言ったら先生からお菓子をもらえるっていう話があって、でなんかその習慣が日本にはないねみたいな話になったんですよ。で私のところに来たらお菓子をあげるよって言ってもらったから、あの先生のところに休み時間に行って、トリックアトリートって言ったら飴とかチョコとかこうなんかもらって、それはこう先生からもらったものだから、あの学校でも食べていいよって言われて、でそれはまあ平和なハロウィンの終わり、ハロウィンだったんですけど、中学校の2年生くらいの時に、1年生かな、あ、中1かも、なんかハロウィンで、そのやっぱ先生ってめちゃくちゃ優しい先生と、あ、ちょっとこうふざけができない先生っているじゃないですか、やっぱり。でこうめちゃくちゃ優しい先生の時に、英語だったんですけど、全然海外の先生とかじゃない日本の先生で、なんかもうめちゃくちゃいじられる系の先生で、すごいこうなんかなんだ、めっちゃ優しいしめっちゃ面白くて、その生徒からめちゃくちゃいじられキャラみたいな先生がいらっしゃって、別にそれも怒るわけもないし、まあみんな真面目な時はちゃんと真面目みたいな。でその先生、ハロウィンの時たまたまその先生の授業があったから、みんなで森永の CM とか、なんかチョコの CM の曲を鼻歌で歌ったり、めっちゃいたずらをしたんですよ、とにかく。で
あ、いたずらをしてきたってことはお菓子をくれないと治らないってことかとか、なんか授業中に言ってて、でもう最初はいやいいからもう授業始めるよとか言われて授業やってたんですけど、なんかその教室の真横に田舎だから森があったんですよ。でみんなで森長って歌ったら、先生がいやまあ確かに森は長くたくさんあるけどもなあとか言って、でいやそうじゃないんすよとか言って、それで結局最後にあのお菓子をもらったんですけど、先生別にお菓子あげるように持ってきてないから、自分のあの昼休み食べる予定だったお菓子たちを持ってきてくれて、なんかしかもそれがこうなんか飴の袋とかチョコの袋とかじゃなくて、本当になんかなんだこうなんかめっちゃちっちゃいチョコなんだあれは、なんかチョコクリームの入ったお菓子、なんかこうなんだかな、それ3個と例えばせんべい2枚とかそういう感じだったから、みんなでとにかく半分こしたり3分の1をみんなで食べたりして、結局授業の最後の30分くらいはお菓子食べる時間とかになっちゃって、めっちゃまあ楽しかったですね。そうみんなで分け合ったんですけど、なんかそうなんですよ、そういうこともありました。あ、チョコパイだ、チョコパイをみんなで分け合ったんですよ。仮装は仮装したことないですね。まあする環境にアイドルじゃなかったからいなかったこともあるけど、こんばんは、前髪切った、前髪切ったよ、メールでね言ったんですけど前髪切ったよって。そうなんですよ、前髪は切りました。でもちょっと切りすぎちゃったんで伸ばそうかなって感じ。なんかわかんない、みんなの反応的にこの長さがいいだったらこの長さを維持か、まあ成人式で髪を伸ばしたいって思ってて今伸ばしてるから、成人式なんか髪が長いと、まあ前髪はパッツンの方がボサボサくれてないというか、ボサくれてないというかそういう感じがして切ったんですけど、かずきさん、ああコウモリありがとうございます。おお、ハルタンさんとのお出かけはどこ行ったの。ハルタンさんとのお出かけはあれどこだっけ、どこだっけちょっと待って、なんていうとこだ、名前が出てこない。トモモさんハートありがとうございます。イズシさんハートありがとうございます。海の中道、あ海の中道か、海の中道です。トモモさんハート100個ありがとうございます。海の中道です。グリーンティー飲んだんだっけ、グリーンティー飲んだけど、それはでも違う日ですね。ねねさんとあきさんの舞台を見に行かせていただいた時に近くに商店街があったんですよ。こう行ったファンの方は分かると思うんですけど、そこの商店街こうなんか私たちそのあきさんとねねさんこうゲネプロどっちも見させていただいたので1時間くらい間時間があって、でなんか商店街行ってきてもいいし、なんかこうステージ内には入れないので私たちは一旦出てっていう風になったんで商店街を歩いてて、その時に見つけたグリーンティーを飲みました。ミルクグリーンミルクティーみたいな感じですね。うん、なんかあとはでも海の中道も行ったんだけど、なんか海の中道の一つ後の駅か一つ前の駅か忘れちゃったんですけどのところで一回降りてご飯食べたんですけど、海が見えるカフェみたいなところに行って
それで本当に目の前が海で、で海でも写真を撮ったりしてって感じです。一日ずっと歩いて次の日に映画行ったみたいな感じかな。映画は竜とそばかすの姫を見たんですけど、めっちゃもう感動しました。うん、福岡のヒロさん、ハートありがとうございます。しおさん、ハートありがとうございます。私全然このアイテム読めてなかったかと思いますかね。あ、つかちゃん、ハートありがとうございます。あ、ちょっと流れる。長さん、コウモリありがとうございます。うん、ありがとうございます。カエクル推しサトシさん、なにこれ、なにこれ、あ、なにこれ、なんだ、え、なにこれ、帽子、ありがとうございます。なんか帽子に見える、なんだ、いた。最近何してるの。最近そう、なんかお姉ちゃんになんか今日朝大丈夫なのって LINE が来て、何がって言ったら、私てっきり変な投稿、 Twitter とか Instagram とかに変な投稿したかなと思って、めっちゃ調べ、あ、めっちゃ、え、なんでみたいな言ったら、なんか Instagram とか Twitter の更新頻度が少ないし、なんか読んでるみたいだよみたいな言われて、でなんかインスタ最近結構頑張ってて、そのなんだ、なんかインスタ、なんかメンバーによってはなんか衣装の写真あげたり、こうなんかアイドルの活動のインスタグラムをしてるメンバーももちろんいるんですけど、個人的にはこうなんかインスタをしてる、なんかツイッターは結構そのアイドルのなんかこうなんだ、こうショールーム始めますとか、こうなんか衣装を載せたり、公演ありがとうございましたとかを載せたりする、こうインスタじゃなくてツイッターのそのなんか、あ、アイドル系のそういうのを載せてて、でインスタグラムはなんか女の子っていうよりかはなんか前まで結構そういう風に頑張ってたんですけど、なんかなんだ、自分らしさを見てもらった方がいいのかなみたいになって、それでなんかなんかインスタは結構その空を上げたり景色を上げたり、なんかまあそれこそフィルムで撮った写真、まあカメラ持ってないんですけど、そういうアプリで撮った写真を上げたりしてて、なんかインスタの文章ってなんかむずくて、今日はどこどこに行きました、どんな感じでした、どこでしたっていうのもいいんですけど、なんかそういう感じじゃなくて、な、系統を揃えたいなっていうのが自分の中であって、そういう風に自分は頑張ってたんですけど、お姉ちゃん的には結構暗い感じのインスタに見えてたらしくて、なんかまあ更新頻度はもともとそんな多い方でもないし、なんかこうストーリーとかも空とかばっか上げてるから、そう、なんかだからそういう風に思っちゃったんかなと思って、いや別にそういうわけでもないし、まあ、メールは結構毎日毎日送ってるから別にあれやでみたいな言って、なんかそのツイッターとかインスタってこう消しても誰かは見てるし、その一回がすごい重たいっていうかなんか重たいんですけど、なんかメールはその本当に自分のこと好きでいてくれてる方がこう撮ってくれてるっていうイメージがあって、もっと知りたいって思ってくれてる方とかだから、こうなんか素を、自分の素を見せれるっていう思ってて、だから結構なんかメールは毎日結構送ってるんですけど、お姉ちゃんはまあそりゃメール撮ってないから私から毎日
発信がないって思ってるかもしれないけど、まあそれこそ最近本当に公演がないから、公演がなさすぎてなんかもう、あの公演終わりましたのツイートがないとやっぱツイッターで動かないのかなと思って、うん、あとショールームはあるけどって思っちゃったいやほんとそう、油断するとショールームボット化するから、やっぱ公演とかがないと自撮りをしないというか、こうなんか買い物とかハルタンさんとお出かけ行っても自撮りをするの忘れちゃうんですよね。ちょ気をつけないといけないです。これは葵ちゃんお化けありがとうございます。ひろたんさんハートありがとうございます福岡のひろさんハートありがとうございますわあ葵ちゃんいっぱい投げてくれてる。コウモリありがとうございます。そう、あのだから最近オフの日とか、まあ、夜とか何もないから夜にすごい映画を見るようになったんですよね。昨日は昨日のもうほんとど深夜に君に読む物語を見てめっちゃ号泣して、前の日、あ違ういつだっけな、先週くらいかなに50回目のファーストキスを見ました。こうなんか恋愛映画ってまあいろんな種類があると思うんですけど、こう最初からこの二人が絶対結ばれるだろうっていう、なんとなくわかるけど、まあ、見るのが楽しい映画と、本当にこう愛に包まれてる映画があって、もうめちゃくちゃ泣きました。なんだろう、洋画、そうですね、ひろたんさんハートありがとうございます。海外映画は字幕で見る、字幕で見る、どうやって見るね、字幕で見ますね、字幕で見ます。なんかね、なんだろうな、なんかちょっと今期ドラマ、ひろたんさんハートありがとうございます。メール取ろうか悩んでるけど1日に何通くらい送るの、なんか結構前も聞かれた気がする。これ確かになんかメール取るってなったら1日何通くらい来るかって大事ですかね。私は結構ばらついちゃうんですけど、少ない時は本当に2通とかで、多い時は7通、多くはないかもしれないですけど、まあ、平均で3、4くらいかな、まあ、なるべくたくさん送れるように心掛けてはいるんですけど、ヤシタンさんお化けありがとうございます。アオイちゃんだるまありがとうございます。おお、どのドラマが好き、ドラマはひろたんさんハート1000個ありがとうございます。かおちゃんだるまありがとうございます。おまつさんくまありがとうございます。なんかでも推理系はあんまり見ないかな。殺人事件系は結構、ドラマも好きなんですけど本とか結構読めますかね。でも恋愛ドラマはそう、ものによるかもしれないけどあんま見ないかもしれない。今期はあんまり見てないかな。
とおすすめの映画があったら教えてください。かえちゃんのメール、朝一なのに 夜書いてるからこんばんはんで頭の中はてなになる。あの夜ね、眠れない時にそっとメールを開いて、眠れてない夜を過ごしてる私ですっていう風にメールを送るんですけど、あ、送るっていうか書くんですけど、まあその時間送れないから下書きをするんですよ。で朝起きて送るんですけど、そしたらみんなには、私はこんばんはだしおやすみなさいなんだけど、次の日に起きた時に送るから、みんなにはおはようじゃなくて、おはようなのにこんばんはが来るっていう謎の現象が起きちゃってて、ちょっと申し訳ないです。でもこうなんかメール送れない時間に書いてるのってなんか自分もワクワクするなと思って書いてる。あ、この声温めますか。もう全部見ました。見た見た。みなぽよちゃん、コウモリありがとうございます。かやちゃんの夜中に書くメール、オールナイトにって気分で見てる。おもろ。あー、オールナイトニッポンのスペシャルウィークは、私はでもそんな全部聞けてなくて、本当に聞けてないんですね。なんか何聞いたかな、最近を、最近を。まあでもスペシャルウィークじゃないけど、三浦アナウンサーのラジオがあのすごく好きでした。スペシャルウィークは聞いたのが、聞いた方が、聞いたやつの方が少ないかも。あ、手紙送った、ありがとうございます。たまにある、なぜかテンション上がらない時ってどうしてる。テンション上がらない時は、上げなきゃいけない時だと、なんか上げなきゃいけない時に上がらないことがあんまなくて、その例えば公演とかだと、公演があるってだけでテンション上がっちゃうからあんまりないんですけど、なんだろうな、なんだろう、難しいな。あ、星野源さんと菅田将暉さんの、あ、聞きました。でもなんか会場も結構そのショールームとかしてたら、あ、なんか意外とテンションが低いんだねって言われたりしてするんですよ。ちょっと待って、喉乾いてきた。お水です。そりゃそうか。なんか多分公演がやっぱ一番好きで、なんかやっぱ公演の時にそんなに歌って踊る時に、まあこんな感じではやっぱ誰もやらないじゃないですか。で、喋る時もなんかこう普段人と喋る時とか、メンバーとかもそうだし、親とかもそうだし、家族とかも、本当人と喋る時に本当にこの感じなんですけど、このままショールームとか、まあそれこそ、なんだろうな、まあ、なんかで喋ると、あ、意外とテンションがすごく低いんだねってすごいびっくりされることもあるんですけど、テンションが低いわけじゃなくて、すっごいフル回転というか、なんだ、いや本当にそうで、なんか難しいんですけど、なんか暗いとか言われるんですけど、まあ難しいな、いや本当にそうで
えー、なんかずっとずっとこうこうというか、うん、眠たいのとか、暗い、意外とこう暗いねって言われますね、結構。でもテンションは別に上げる必要も、そう、ショールームはもちろん私は今テンション高いというか高いですけど、こうどうしてもテンションが上がらない時に上げ、どう上げたらいいかなっていう質問に対しては、なんかこう無理に別に上げなくてもいいのかなって思ったりして、なんか、うん、でも気を使う人と喋るとめっちゃテンション上がりますよね、逆に。なんかこう落ち着く人とかと喋るとこの感じで喋れるけど、すっごい気を使う人と喋るときってめっちゃ声上がっちゃうもんね、なんかすっごい、なんかえーだよねーとか、あ、そうだよねーとか、え、そうですよねーとかなっちゃうかな。でもあの落ち着いてる人と喋るとなんかこう、なんか落ち着いて喋れますよね。うん、そういうのありますよね、結構。桃さん、ハートありがとうございます。あるあるね、あるあるだよね、これはみんなあるあるだよね。めっちゃマジレスですね。早い時間だから久しぶりにも来れた。おお、ありがとうございます。この時間は結構いいですよね、やっぱこう夜勤の方とか、こうなんだろうな、まあ早い時間に、明日が早い方とかもこの時間の方が見やすかったりもするんですけど、逆にこの時間に何かお仕事がまだある方とかもいるから、まあ、いろんな時間でショールームできたらいいなと思います。ヨンジュさん、ハートありがとうございます。シオさん、ハートありがとうございます。エレタンさんとのザザイフは、ザザイフ噛んだ、ザザイフは、うん、なんかそのエレタンさんとのなんだろう、相性、なんて言うんだろう、会話のテンポとかがすごく合うんですよ。なんだろうな、なんか一緒にいててすごく落ち着くし、なんか人によっては無言が結構厳しい人もいるじゃないですか。あ、なんか喋った方がいいのかな私みたいな時も、まあ、ある人は、人によるですけど、まあ先輩とかだと特にあるじゃないですか。でもエルトンさん、本当に何にも考えずにぼーっと歩けたし、まあティフの、その近い日にティフがあったこともあって、ティフのこととかいっぱい話したり、活動のこととかも本当にいっぱい話したし、なんかこう楽しい話だけじゃなくて、どうしていきたいかとか、どうなりたいかとか、具体的なことがすごい話してて同じだなってめっちゃ思って、なんだろう。あ、国亮太さん、ハートありがとうございます。しおさん、ハートありがとうございます。やっぱ歌とか、パフォーマンスとかそういうの頑張りたいっていう、公演とかすごい頑張りたいっていう、そういうのも一緒なのかなっていうのがすごく、なんか話してて先輩だけど、なんか相談っていう感じではなくて、なんかお互いに意見を交わし合うみたいな時間があって、すっごく話してて心がすごいすっきりして救われたし、なんか自分がこのままでいいのかな、いいんだっていう気持ちにもすごいなったり、それはこう太宰府にいた時だけじゃなくて、公園で一緒になった時もこの間その話をしたりとか、昔にお出かけいた時にもそういう話があったりとかして、まあ
すごく心地のいい時間だったなと思います。あと個人的になんですけど、エルトンさんって結構天然ですよね。なんか私が太宰府にモンブランのお店があったんですよ。で行きにモンブランのお店を見て、めっちゃ美味しそうって私が言ったんですよ。それでエルトンさんも、え、本当だみたいな、めっちゃ美味しそうだねみたいに言ったんですけど、まあその時は違うお店、違うご飯のお店に行こうって言ってたから、そこは素通りして行ったんですよ。え、でもめっちゃ美味しそうですよねこれみたいな、なんか機械でやるやつですよねくらいまで私は話してたんですけど、そのご飯食べて、まあいろいろ行ったんですよ。なんかこう太宰府のこう神社みたいなところあるじゃないですか、とかこうなんか自然を結構見れるところもあるから、まあ、そういうところにも行ったりして、帰りになんかモンブラン、私は結構その行きしな、そのモンブラン食べたいなーみたいな、これ後で食べたいなーみたいな感じで行きしな行ったから、その帰りにあのなんだ、あ、これさっき言ってたやつじゃんって私の中で思ってたんですけど、エルトンさんがえ、このモンブラン美味しそうじゃないみたいなやって、え、初見みたいなテンションで言ってるけど、私え、これ合わせた方がいいのかなと思って、あ、美味しそうですよねみたいに言ったんですよ。で、エルトンさんがえ、まあ、ここ結構美味しそうだじゃないみたいな言ってて、え、はい、え、は、美味しそうですよねみたいな言って、でスタバかこっちどっち入るみたいに言ってて、で、なんか私は本当に甘いものがとにかくその時食べたかったからどっちのもいいんですけど、めっちゃびっくりして、なんか怖くて私だけが見てた、なんか時止まってたのかってくらいめっちゃびっくりして、モンブランのこと忘れてるやんって思って、でめっちゃ本当にびっくりしたんですよ。でもいや、あのさっきこれ一気に言ってたモンブランですよねっていうのもなんか別に、いや、ええやん、忘れてただけやんってかもし感じかもしれないし、余計にえ、そうだっけって言われても私はっってなるから、まあ本当何も言わずになんか、あ、美味しそうですよね、ここ行きますとか言って結局食べたんですけど、怖かったですね。怖かった。時間という壁に守られちゃってる山内さんのネタや、いや本当になんかすごいなって思います。あ、その後エルタンさんに話しました。なんか何だったかな、なんか LINE をその後してた時に、そういえばこの間太宰府行った時にって話したらめっちゃ笑ってた。結構でも何歳って20歳、こうなんかミクさんと同い年だよねみたいな、結構3回くらい聞かれた記憶もあるし、もうそれはミクさんもなんですけど、なんか意外とこうなんかしっかりしてる風に見えて、なんかこうどっか抜けてるところもあるかなと。まあでもそこが可愛くて、ファンの方は多分そこが好きなんだろうなって私はめっちゃ思いました。お松さん、あれなんだ、コウモリありがとうございます。ふわふわしてる。太宰府行ったこと、太宰府行ったこと忘れてた、どうしよう楓ちゃんのこと覚えてた、私のこと覚えてない、ちょっともうだんだん大げさになってきちゃいます。どうしよう、 HKT に入ったこと覚えてたとかなっちゃうな、この流れでいけば。なんか私上島結構天然だよねって言われるんですけど、全然私自覚がないって言ったら、まあそりゃそうだろうって感じなんですけど、全然わかんないんですよね、天然だって自分で思ったことがなくて。天然なの？
天然とは少し違う。あ、そうなんだ。いやもう自分じゃ分かんないですよね。うん、ナチュラルガールナチュラルガールなんだそれ。うん、先輩にまっすぐって言われるのはどんなところ？まっすぐって言われたかな。あー、なんだっけ、ファンの方からなんか聞いたことがある。エレタンさんがまっすぐって言ってたよみたいな、あれかな。でもエレタンさんとそういう話をした後だったからかな。うん、まっすぐっていうのはまあそれこそ本当最近ですけど、まあ生誕祭のスピーチでも言ったんですけど、自分がやりたいこととか自分のことがすごくなんだろうな、分かってきたというか、うーんな感じがしてて、そういうところなのかな。うーん、ちょっと難しいですけどね。自分のそのご機嫌、自分自身にのご機嫌の取り方とかもすごい分かってきて、大人になったんじゃないかなと思うようになった。前は嫌なことがあった時とか、すいません黒ゴムが、すいません、嫌なことがあった時とか、まあ失敗しちゃったりとかした時は、もうかえって思い出してめっちゃ反省してめっちゃ泣いたりとか、なんか嫌になって何もかも嫌になっちゃったりとかしてて、なんかもう立ち直れなかったりしてて、その失敗した自分が嫌だになっちゃったりとかしてたんですけど、最近はそうなんだ、めっちゃ落ち込むけど、でもなんか切り替えみたいなのが前よりはできるようになったんじゃないかなと。あんまり人に気を使わなくなったんじゃないかなと思います。前は全員になんかいい子だって思ってほしいみたいな気持ちが結構強くて、めちゃくちゃ猫かぶってたんですけど、そんなにそんなことしなくても、まあ誰も私のことをこうじーっと見てるわけではないし、まあ自分のやりたいようにこうやった方がすごい楽だなと思って、うん、そういう風に思いました。やりたいようにっていうのは、なんだろうな、悪いこととかじゃなくて、うん、私をその、なんだろうな、前はなんか、なんだ難しいな。前は結構なんか歌の練習するのとかも恥ずかしくて、なんかこう頑張ってやってるやんみたいな思われるのも恥ずかしかったし、なんかでも最近はなんかこう、だから前はすごい家で声を出して行ったりとか、なんかバレないようにすごい努力してたんですよ。なんか扉を厳重に閉めたりとか。でも最近はなんかスタッフさんにこうもう一回そこの歌やりたいですってはっきり言えるようになったりとか、そういうことに、そういうことがしたいから、そういうことに力を入れたいと思ってるから、あのまっすぐに頑張れるようになったんじゃないかなと思ってます。こうなんだろうな、みんながいるところでも別に歌の声出しとか全然できるようになったりとか、うん、しますかねー、しますかねー。あ、顎出てる。あ、危ない危な、ちょっとみんな教えてよ、危ないって、もう顎出てて、ちょっとみんな教えてくれないからさ、気づかなかったよ本当に、危な、どうしてくれんねんこの顎出てた時間。あ、 MC 私一番大きいかもしれないです。
前はとにかく面白いことを言わなきゃいけないとか、それこそリアルに皆さんの声が聞こえてたから、こうなんか最近こうなんだ声を出しちゃいけないから、いいよとか、あはは、あはは、あははとか、そんなことないよとか聞こえなくなったじゃないですか。まあ前までそれがリアルに聞こえてたっていうのもあるし、めちゃくちゃ MC で緊張してたのもあるから、すっごい当たり障りのないねことをずっと言ってた気もするんですけど、とか途中全然入れなかったりとか、なんかこうこの人こいつなんやねんって思われたくなさすぎてなんですけど、あ、りょうさんハートありがとうございます。たーさん、カラス、鳥、フクロウ、ありがとうございます。あのだったんですけど、なんかそう最近って言っても、まあ、なんだろうな、リセットとかもそうなんですけど、まあでも昇格したタイミングの MC が一番わかりやすいかもしれないんですけど、あーとか七色とかかな、昇格前の、あ、なんか目に入った、すごい、なんかどう思われてもいいというか、どう思われてもよくないんですけど、なんか喋らないよりはこうなんか失敗しちゃってもなんかこうなんか前までは絶対に笑ってほしいとか思ってたけど、別になんか自分の番で笑われなくてもなんか滑ったとしても別にこうなんかそれが逆に面白くなるならいいやみたいな気持ちになって、なんかこう結構間に入れるようになって、すごいファンの方もなんかすごい積極的になったねとか、間に入れるようになったねとか言ってくれるようになったのは結構大きいかなと思います。前は K4 のアンダーで出させていただいてた時に、うん、それこそ村重さんと同じ MC だったんですけど、めっちゃ、うん、あの毎回 MC のメモしていったりとかしてたんですけど、でも最近その先輩が話してる内容とか、まあ、メンバーがこうでこうでこうだったんですよって話してる内容の時に、私もそういう似たことあったなっていう記憶がふわーって出てきたり、なんかそれってでもこうじゃねみたいなのも結構言えるようになったりして、なんかそれでもめっちゃびっくりされる時はあるし、めっちゃ失敗しちゃう時もあるし、あ、結局何も喋れない時もあるし、それでめっちゃ落ち込んで帰る時もあるし、でもなんか前より楽しくなった感じがします。あ、リップがないよ、ちょっと髪くくりたいんだ。ここね巻いたんだけどね、なんか髪がストレートすぎてなのかわかんないんですけど、ちっちゃい時からね巻いてもね結局ね秒で取れるんです、そういう髪質、残念。めっちゃ髪伸びた。アイシャドウも紹介しちゃった、してない。シカゴのタクちゃんさん、だるまありがとうございます。衣装で手汗を拭く回数減った。あ、こうやって確かに緊張して拭いてたかもしれない、バトンの時の癖かな、わかんないけど。アイシャドウを紹介しよう。何食べたら髪伸びるん？髪を伸ばしたいって、まあ成人式まで伸ばしたいけど、そんな秒で急いで伸ばしたいわけじゃないから、特に努力はしてないかもしれない。あ、なんだっけ、あ、そう、アイシャドウ、あ、やばい、アイシャドウはチャラ、見てこれ、あの彫ってあるんですよ、
すごくない？すごくないですか？みーちゃん、みーちゃんやめよう。じしゃーみたいなところ、じしゃーみたいな、あ、映るかな、やめよう。じしゃーみたいな、なんて読むかわかんない。蜂蜜パンプキンの色です。13番。あ、ズーシーだって。あ、全然違う。ズーシーだった。こんな感じのね、めっちゃ今日はこんな2種類が多いアイシャドウを使ったことなくて、だからめっちゃ調べて 目をしました。まあでもあんま分かんないか、なんだろうな。あ、なんか今まで一色でやってたんです。まあ一色とキャンメイクで買ったアイシャドウ組み合わせてやってたんですけど、こう一個で全部できちゃうのはすごい楽です。綺麗な色ですよね。あのアリスと不思議な国のアリスとコラボしてるから、めっちゃこうさぎとか時計みたいのがすごい彫られてて可愛いですね。可愛いです。あ、そう、なんか自分が最近流行りのなんかあのなんだ、ブルベ夏とかブルベ冬とか、そういうのが分からなくて、あのあイエベとかイエベ夏イエベ春とか分かんなくて、それなんかハルタンさんに私なんだと思いますかみたいなの聞いたら、ブルベじゃないってなんか言われて、まあ、ブルベか何だったかな忘れちゃったんですけど、でもそのあのピンクとかのメイクよりはあのオレンジとか黄色とかの方が似合うっていう風にハルタンさんにも言われたし、リミカにも言われて、あ、じゃあほなオレンジやなってなってオレンジにしました。でもなんかオレンジ、ピンク、赤みたいな色もあるんですよ。これどこにつけるのか分からないんですけどね。あとこれ銀ギラ銀、あ、金キラ金、金です、金。ブルベはブルーベースで、イエベはイエローベースみたいですよ。私もね、なんか詳しいことが全然分かってなくて、分かってないんですけど、カネヤンさん、カネヤンさん、コウモリありがとうございます。君どこの黄色に合ってたもんな。あー、 MV の衣装か、確かに黄色でしたね。あのパーカー欲しいと思ったんですよ。そう、骨格診断もあるんですよね。行ってみたいけどね。りょうさん、だるま、ありがとうございます。先週お手紙出した、ありがとうございます。読みます。明太フランス美味しかったですか。美味しかったです。ビドフランスみたいなところのパン。りょうさん、だるま、ありがとうございます。お腹空いたけど何食べようかな、この時間ってさ、めっちゃ爆食しちゃうかめっちゃ我慢できるかどっちかですよね。わかる、何食べようかなって言ってるか、わかるはちょっと違うのか。明日早起きだなと思う時の境界線って何時ですか。6時。6時は早起きでしょ。なんかさ、ここなんかさ変ですね。こっちから見たら変じゃないんだけど。チーズカレー温めたい。温めて
パーカーとスウェットどっちが好きですか？スウェットかな。なんかこうスウェットパーカーでも全然寝れるんですけど、スウェットの方が個人的に落ち着く。8時は早起きではあるんですけど、なんかこう8時は別にそんなに早起きって感じないかな。7時も6時は早起きですね。まあ1時間だから7時も早起きだなって思うけど、なんか今日早起きしたなっていうのは6時か6時半。さくちゃん、コウモリありがとうございます。パーカー寝づらくない？首が痛くなる。パーカーで寝るときにこの間フードかぶって寝ちゃったんですよ。そうするとなんかめっちゃ落ち着いて寝れますよ。あおいちゃん、帽子ありがとうございます。ありがとうございます。最近は何かお絵かきしましたか？あ、昨日か一昨日くらいに今田さん描いたんだけど、なんかあんまり上手に描けなかったから、あ、またなんか描き直してから勝手に差し上げようか。まあでも自己満だから別にいらないかなって思って、いつもなんか描いても結局人にあげずに勝手に保存してるだけなんですけど、舞さんが送ってって言ってくれたのがすごい嬉しかったかな。パーカー洗濯したらフードだけ乾きづらい。わかる、めっちゃわかる。今田さんと最近会えてない。会えてないですね。なんか警報があったから毎回会えてたって感じで、なんかピンクと一緒になったかなったけど、なんかそれから会えてないのかな。会った時はでもめっちゃ喋りますね。本当に今まで会えてなかった分をぐわーって喋る感じ。あ、でも新しいアイシャドウ買って LINE しました。なんかいつもメイクの相談乗ってくれるし、いつも結構メイク今日こんな感じですって報告しに行くんですよ。ちょっと今日のアイシャドウ見てくださいとか、今日のアイライン見てくださいとか言うんです、いつも。でなんかこっち変だよって言われたり、なんか今日ここが変だよって言ってくれたりするから見せに行くんです。だからアイシャドウ買いましたって報告しました。あ、そう、29日エレタンさんの生誕祭私出れますよね、ピンク。あ、やった、久しぶりの公演だ、イエー。おうおう、てつさん、だるまありがとうございます。きとさん、小判ありがとうございます。今田さんと過ごしてみたい一日の過ごし方ってありますか？てつさん、だるま100個ありがとうございます。一日の過ごし方、あ、まずベイクに会いたいですね。うん、同じ身長らしいんだよ私同じ身長らしいんだよ。あ、身長は違うっけ。同じぐらいの、同じぐらいって言ってた気がするな。あとはまあ過ごし方でもご飯に早く行こうねって言ってるんですけどね。今メンバーで一番会いたい人、でもこんだけ今田さんの話してたら今田さんかな。かな。まあグリーンチームは比較的に私の中ですごく合ってる方だから、グリーンはすごく合ってるので今田さんかな。いた、ハルタンさんとこの間話してた時に、自分の妹
どっちも3姉妹の真ん中だから、一番妹がしっかりしてるよねって話になって、なんでなんだろうねって話になったんですよ。もうそれって反面教師なんじゃないって話になって、あの二人の悪いとこばっか見て育ったから、私はこうしようって言ってめっちゃしっかりした人に育ったんじゃないって言われて、妹がめっちゃ頭良くて、めっちゃ1位とか、その全教科じゃなくて数学が3位とか、その取ってるんですよ。で、ってなって、そう、それでなんか私とお姉ちゃんもそんなに頭良くないし、で私は結構なんだろうな、何でもなんか、あ、お姉ちゃんはなんかワイワイしててなんかお姉ちゃんは海外のアーティストさんがすごい好きだし、服も結構ワイワイしてて、でお姉ちゃんの同級生の方とかも結構こうなんか、まあそのなんだろうな、おしゃれな方が多くて、なんか生活がおしゃれな方がすごくて、私のイメージ量勝手な。でなんか貝島は、まあ、みんな亀島なんですけど、私はどっちかというとなんかこうすごい、なんだろうな、それこそアイドルオタクの友達がいたり、あ、同級生にアイドルの好きな友達がいたり、なんだろうな、まあでも妹も高校卒業してこう大学生とかになったらとか社会人とかになれば、まあ、学生っていうか扉みたいなのがなくなったらまたちょっと変わるのかもしれないんですけど、生活の仕方が、私は結構こうなんか趣味とかにすごい費やしたりしてて、まあ、妹は本当にゲームばっかりしてて、で家に帰ってもずっとゲームしてるんですよ。なのにめっちゃ頭良くて、なんでなんでってなって、しかも妹が一番可愛いと思うし、スタイルもいいし、髪もなんか茶色で目も茶色くて、まあ、目が茶色いのはまあお母さんから来てるのわかるし、そばかすさんもお母さんが作ったのわかるんですけど、あなたの髪とかそのスタイルはどっから来たのってなって、まあお母さんめっちゃ細くてスタイルいいからお母さんから来たんだろうけど、なんか どっから生まれたんかなっていう。私は妹と全然違くて、そのゲーム一つも携帯に入ってないし、アニメもこうどっちかというと自分から見るタイプではなくて、人からおすすめされて、あ、じゃあこれ見てみようみたいな感じで、しかも途中で 見なくなっちゃうのもあるし、だから妹はいつもアニメ見てて、いつもゲームしてて感じです。コアラさん、 GG、 これなんだありがとうございます。性格違うよね絶対。頭いいんですよ妹ちゃん。1時間経過？早っ。何時までしようかな。来週まで待てなくて、あ、翌週まで待てなくていつの間にか見なくなってる。私もそうなんですよね結局。そう、漫画だとさ、なんかこう一気に読めちゃうじゃん、出てるやつだとね、とかこう一冊が結構濃かったりするから進むんですけど、なんかちょっとアニメで意外とこう進みが遅かったりすると、なんかこうアニメを見なくなっちゃうから。漫画はめっちゃ読むけど、妹ちゃんが楓ちゃんのイラストのラインイラストライコン
LINE のアイコンにした話好き。そうなんですよね、私があの絵を描いて妹に送ったらアイコンにしてました、 LINE の。あのなんだっけ、あのって言って何を言うか忘れてた。君に読む物語は、君に読む物語は何度も見たくなるサウンドオブミュージック現象起きそうですか。なんかもう一回見るなら人と見たいなっていう感じはしました。あの親とか家族とか、それこそこれを見てほしい人とか、まあ友達とかメンバーとか誰でもいいんですけど、なんか人ともう一回見たいなと思いました。でもあのまた見たいって なりますね。だからまた見るかもしれないですけど、何回もっていうよりかは何回もっていう感じじゃないかな。何回も見たいですけどね、その種類が違うというか、サウンドオブミュージックとは。サウンドオブミュージックは歌が好きで何回も見ちゃうんですよね。とか その歌を歌うまでの物語とかも好きで、やっぱ何回も見ちゃいますね。むしろ歌だけを見る時もあるし、なんか本当に感動しましたね。見てよかったなって思いました。自分の人生にすごく必要なことを教えてもらったし、なんかすごい愛の形だった。何回見ても泣ける、絶対何回見ても泣ける。あの狼子供の雨と雪も私同じところで、何回見ても同じところで泣くんですけど、きっとそうだなと思います。結構前の映画調べたらね、2004年って書いてたんですけど、もっと前なのかな。何が2004年かちょっとちゃんと見てなかったんですけど、調べたって言ってちゃんと見てなかったって言って、ですぐ寝た。そうですぐ寝たんです。あのね、朝がね早くてすぐ寝ちゃったの。千と千尋の神隠しも何度見ても泣ける。千と千尋の神隠しは泣けるっていうよりかは、ほわーってる、心がほわーってなる。あでもあのおにぎりのところとかめっちゃ泣くかもしれないあ竜とそばかすは泣けました。何時までにしようかな、何時までにしようかな。9時、9時50分にランキングを読みます。あと2、あと10分ですかね。いや10時でいいか、10時にしましょうか最近頑張ってる姿見ると泣けてくる。いやー、わかります、わかります。りょうさんハートありがとうございますなんかファンの方が夢力を歌ってる楓ちゃんがすごい好きだみたいな、グリーンチームでやってるんですけど、結構言ってくださる方がすごく多くて、私もグリーンチームで一番楽しいし、やっててすごい一番好きで、すいません、ふざけてふざけたわけではないけど、あの
そうなんですよ。なんかすごく歌ってて、自分自身で歌ってて、なんか力をもらえるし、なんかすごく頑張ろうって毎回思えるのってすごいなと思います。可愛い曲もかっこいい曲もたくさんあるけど、夢力はなんか特別に感じますね。自分がやっぱ歌っててすごく好きだなと思います。青臭いロックみたいな感じかなって思います。歌わりすごくいいですよね。自分のあの歌詞もいいし、ミュージック、なんだ、音楽もすごくいいし、すごいやっててすごい楽しいです。あの楽しいです楽しいかな、楽しい。10周年公演楽しみ。あ、楽しみ。あれすごいよね。すごいですよね、本当に。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。そう、絶対に絶対に叶わない、夢なんかないが好きです。諦めなきゃ、エンジンは動くよ、チャ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 。人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦。声が枯れてしまった。乾燥してるからかえちゃんも気をつけてね。ありがとう。大丈夫ですか？なんかあったかいもの飲んでくださいね。やばい、ラジオ化してる。とももさん、ハートありがとうございます。さくちゃん、ハートありがとうございます。りょうさん、ミラーボールありがとうございます。歌ってたからか、ありがとうございます。じゃじゃららんじゃんじゃじゃんじゃらんじゃじゃ。とももさん、ハート500個ありがとうございます。でこさくちゃん、お化けありがとうございます。前髪配信STU の中に仲のいい子、ああわー、ほんまり、あの舞台あのなんだったっけ、博多座の、あー待って、仁義なき戦い出た時はなんか本当にいろんなグループさんがいらっしゃって、なんかすごくあのお見送りがコロナじゃなかったからあったんですけど、そこに移動するまでにすごいいろんな方と喋る、おしゃべりさせていただいて、まあ、この人っていうのではないんですけど、 STU の皆様とも、私は本当にあのメインのあれではなかったんですけど、挨拶とかさせていただいたりします。みなぽよちゃん、だるまありがとうございます。10年前の楓ちゃんは何してましたか？10年前は9歳、あ、10歳、9から10歳か。9歳、9歳と10歳って何年生？小 4？ あ、小 5？ あ、いや小4か。小4はバスケを始めた年かな。小5もまあやってたんですけど、小4はバスケを始めた年だったり、バトンを習うところが、まあめちゃくちゃどうでもいいことなんですけど、 バトンを習うところが変わった年だったりめちゃくちゃどうでもよかった。
二十歳の字幕はスケート場にいる写真でヘルメットかぶって、あああ、あれはね、まあ小学校の時に行ったスキーなんです、スケートなんですけど、なんだろうな、10年前はもう本当何も考えてなかったかもな。特に人生が変わる経験もしてないし、本当何も考えずにバトンやってたかな、4年生。あ、でもチームに出なかったかな。その人数がちょっと多くなるっていう風に変わって、自分が習うところが変わったからなんですけど、そのお松さん、ハートありがとうございます。なんか今まで、まあ、7人とか8人くらいでチームを組んでやってたんですけど、急に16人くらいになるってなって、そのあんまりなんかこう自分の出たいっていう気持ちにならなくて、出たいっていう気持ちじゃないのに強制的に出るのはなんかレッスンに乗り気じゃない人が一人いると足を引っ張るじゃないですか、チームの。だから出たらって言われたけど、あ、出ませんって言って小4ながらに自分の意思を持って出なかったんですよ。でもその練習を見てて、あ、なんかチーム楽しそうだなと思って、15人か16人だったんですけど、それで5年生の時は出ましたね、チームに。なんかすごく同級生とかが上達していったり、なんかその年に先生が変わったんですけど、すっごく可愛くて、なんか、あ、今だとすごいめちゃくちゃ、尊敬してる先生なんですけど、最初来た時ってやっぱりこうなんかどういう先生かわからないから、みんな結構なんかこうだらけちゃう時もあったし、先生も全然怒らなかったりするんですけど、夏休みにチームのメンバーだけレッスンがあって、私はなくてチームじゃなかったから4年生の時に、あ、そうそう、全国でとか世界にも行ってる先生なんですけど、世界大会とかなんだけど、女性の先生でめっちゃ覚えてるんですけど、あの夏休みのレッスン、夏休み明けのレッスンが始まって私が行ったんですよ。そしたらめちゃくちゃみんなの雰囲気変わってて、え、この何日間で何があったんっていうくらい、めっちゃ返事とか礼儀とか、その本当に強豪校みたいな感じの雰囲気みたいな、本当にすごくて、なんかめっちゃ本当に全然変わってて、めっちゃびっくりしました。あ、もう絶対来年はチーム出ようって思って、でチームに出てめっちゃ先生が厳しくて、なんかもうめっちゃ怒られたんですよ。もう一人でもめっちゃ怒られるし、チームでもめっちゃ怒られるみたいな。でも、めちゃくちゃ大切なことをたくさん教えてもらったり、それは部活に関してもそうだし、なんだろうな、個人の、まあ、一人一人の成長とか、人生というか、まあ、人生という規模で考えるとでかいんですけど、一人の人間としてのこともたくさん教えてもらったりして、あと先生がすごく自分たちのことを知ろうとしてくれてて、楓はなんとかだからこういう振りにしようとか、そういうのも考えてくれたりとかで、気づいたらみんながその先生のこと大好きになっててみたいな感じで、今でも本当にすごく尊敬めちゃくちゃしてます。すごいんですよ。本当になんか本当に優しくて、めっちゃ厳しくてみたいな、厳しさの中に愛があるみたいな感じ。一番楽しかったのは お昼寝タイムがあって幼稚園みたいに土日のレッスンってやっぱ小学生だし長いし体力もねすごくて、真夏とかにもレッスンがあって、みんなで体育館園になってなんか30分か1時間くらい寝たりとか、冬はみんなでホットココアを飲んだりとか
しましたね。あとなんか猫をテーマにしてやるたいやるなんかチーム5年生の時はだったから、キャッツっていうミュージカルを劇団四季かをあのお昼の休憩時間に先生が見せてくれたりしました。みなぽよちゃんハートありがとうございます。50分になったのでランキングを読みます。お、初見です。だってありがとうございます。おやすみなさい。こんばんは首が鳴った。10時間前は何してました？10時間前、え、10時間前って9あ10、あ、お昼の12時。あ、歩いてた、外歩いてた。かえでちゃん先生が、あい、かえでちゃんがアイドルになったこと先生知ってる？あ、知ってるらしい。なんか友達がこの間会った時に、かえでちゃん頑張ってるねって言ってたよって言ってたから、知ってくれてるんだなと思いました。ちょっとランキングを見ます。でもあの時10歳だったけど、もう二十歳だから、先生にもう一度お会いして、うん、めっちゃ子供だったんですよ。まあそれは10歳だから子供なんですけど、だから結局11歳くらいの時から会えてないから、先生にもう一度お会いして、まあこうしてますっていうのをちゃんと自分の口からあの伝えたいなっていうふうに思います。読みます。1位はお松さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お松さん1位ありがとうございます。2位みなぽよちゃん、ありがとうございます。あ、ロールパンナちゃん、ありがとうございます。なんか私これ押したらみんな出てきちゃうのか。ありがとうございます。3位りょうさん、ありがとうございます。4位ミッフィーさん、上島ニアさん、ありがとうございますふふ5位ひろたんさん、ありがとうございます。6位くにりょうたさん、ありがとうございます。金曜日の公演楽しみなんですけど、おお、ありがとうございます。7位葵ちゃん、ありがとうございます。夢時間大好き、おお、ありがとうございます。8位しおさん、ありがとうございます。9位とももさん、ありがとうございます。10位かいほっけいまんさん、ありがとうございます。11位コアラさん、ありがとうございます。12位かねやんさん、ありがとうございます。13位さくちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。終わります。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。いい夢を見てください。また配信します。バイバーイ、おやすみ。メール送ります。バイバーイ、ありがとうございました。バイ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 。